12球団の盗塁数が1球団だけおかしい、こちらです。 DeNA27、 中日32、オリックス39、巨人44、ヤクルト58、ソフトバンク58、ロッテ62、日ハム65、阪神66、西武70、広島71、楽天87。楽天って意外と盗塁あるんだな。今のパリーグの盗塁王、勝負方やで。勝負方一人に負ける横浜。楽天はバランスよく速いイメージだわ。横浜は打力の高いチームだからわかるけど、中日はおかしすぎだろ。中日って野手陣全体が本当にやばい。打てず、守れず、走れずの走攻守全部ダメダメ。まあでも盗塁数と勝利数は相関関係ないことが分かったわ。まあ盗塁なんて所詮盗塁だもんな。盗塁王の価値ってあるんか。でも緊迫した場面で周到とか出てくるとすごい恐怖感あるわ。セリーグは阪神が1位だと思ってたけど違った。阪神広島は足で勝つチームっぽいな。中日も走塁さえしっかりすれば再開はなんとか避けれそう。近本中野の最速コンビしか勝たん。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。